はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、2019年に起きたですね、空前のタピオカブームに乗っかってですね、東京タピオカランドというのがですね、まあ、できたんですけども、あまりにその内容が ひどすぎてですね、お客さんの女子中高生たち全員舐められきってるって話をしていきたいと思います。はい。これまあ何かと言いますとですね、要はそのね、2019年の8月、まあ7月くらいかな、まあ空前のタピオカブームが起きますよね。もう東京にですね、タピオカのね、ジュースのお店がブワーってできまくって、その結果ですね、そこがもうものすごい女子中高生たち、いわゆるティーンの女の子たちですね、大行列になってるわけなんですよ。ちなみに僕が住んでるところはですね、東京とかじゃなくて全然地方なんですけども、地方にもかかわらずですね、やっぱりそのタピオカブームに乗っかってですね、タピオカジュース屋さんがねちょこちょこできてですね、そこにですね、夏休み中のですね、女子中高生がたちがですね、暑い中やっぱ並んでるんですよね。うん、まあ本当に人気なんだなんて思ってたんですけど、そんな中ですね、もうタピオカランドっていうのがですね、東京の原宿にできたわけなんですけど、まあ内容がしょぼい。まあ言ってみたらですね、とにかくタピオカと名の付くものさえ作っとけ、女子中高生なんてバカだからすぐ来るでしょ感がすごいんですよね。はい。じゃあ具体的に中がどうしょぼいのかってことについて話していきたいと思います。はい。まずですね、東京タピオカランドというのはですね、8月13日からですね、オープン、約1ヶ月くらいかな、まあやってるらしいんですけど、原宿駅前にね、できたらしいんですね。で、そこにですね、まずアンバサダーとして、要はイメージキャラクターといいますか、まあそういうコラボするですね、まあ有名人の方がですね、何人かいたらしいんですけど、まあね、何人かいるんですけども、とにかく全員がですね、ネット上の有名人みたいな方が多いみたいですね。まあそれはね、それはそうですよね。で、女子中高生からするとですね、やっぱり今のテレビの有名人よりもネットのね、有名人の方が自分たちにとって魅力的だし、ね、まあ尊敬してる部分もあると思いますから、そういう人たちを起用するっていうのは正しいことですよね、商売としては。ちなみにですね、一番有名どころで言うと、女子高生クリエイターのネオさんっていう方がですね、なってるみたいですね。はい。まあ、この方がまあそのね、アンバサダーで中心的な人物になってるということです。はい。でですね、じゃあ具体的に中がどれだけしょぼいかって話なんですけど、要はですね、高校の文化祭レベルくらいにしょぼいんですよね、中身が。要はですね、皆さんもう高校生だった頃とか思い返してほしいし、まあ今高校生の方ですね、文化祭を思い返してほしいんですけど、文化祭の時とかに自分たちの教室とかでですね、まあなんだろうな、お店屋さんとか開く時とか、まあもしくはお化け屋敷とかある時に自分たちの教室を改造するじゃないですか。ね、なんかこっからなんか下げてみ、なんか垂れ下げてみたりとか、こっちに何か看板つけたりとか、そういうことしますよね。手作り感あふれるっていうか、あのレベルなんですよね。で、具体的にはもうちょい具体的には何かっていう、例えばですけどね、とにかくどうしょぼいかっていうと、むき出しなんですよね、全体的に。むき出しなんですよ、天井とかね、床が全体的にむき出しなんですよ。皆さんですね、今パッと聞いた感じだと、東京タピオカランドっていうと、多分ね、すごい色とりどりのカラフルなね、もう原色のきらびやかな、もうどこを見てもこう女の子がね、大好きなこのね、ピンクとか黄色とか赤とか、すごいなんかものでキラキラしてるイメージを今湧いたと思うんですけど、違いますよ、むき出しです。そのまんまの床です。はい。そのまんまの床や、そのまんまの天井等がですね、すごく見えます。はい。よかったらですね、皆さん、東京タピオカランドで、ググってみてください。すげえ面白いんで、ある意味面白いんでね。はい。で、一応、ちゃんと飾り付けしてるのあるんですよ。本当にむき出しなわけじゃないです。なんもせんかったわけなんじゃなくて、ちゃんと、ね、いろいろ、なんかタピオカ的な丸いもん下げたりだったりとか、いろいろですね、なんかそのブランコ的なもん置いたりとか、まあ、なんかしらのですね、装飾品はあるんですけど、全然やりきれてないって感じなんですね。あれ、これ途中で終わったみたいなね。試作段階これみたいな。これリハーサルみたいなね。そういう感じのレベルなんですよ。全然やりきれてないと。だから全然剥き出しの部分もいっぱいあるっていうことなんですね。どこが夢の国だっていうね。ディズニーランドってすごいじゃないですか。どこ見てもちゃんとディズニーになってますよ。ますもんね。剥き出しの床とか、剥き出しのコンクリ的なところとかないですもんね。剥き出しのただの建物とかないですよね。全部ディズニーで統一感があるじゃないですか。そういうのじゃ全然ないんですよ。はい。で、次に何がしょぼいかというとですね、ウェルカムドリンクですね。これね、入場料がね1200円かかるらしいんですね、どうやら。で、1200円かかるらしいんですけど、この1200円台の中にですね、ウェルカムドリンクっていうのも入ってるらしいんですよ。要は入るとタピオカドリンクがもらえるらしいんですよ。もう一杯ね、まあ1200円のうちにも入ってるってことなんですけども、これがね、またしょぼいらしいんですよ。それは何かっていうとですね、まずめっちゃちっちゃいらしいんですね。もうほんとちっちゃい、もうこんなめっちゃちっちゃい。で、めちゃくちゃちっちゃくて、まあ、中には当然タピオカミルクティーが入ってるんですけども、そういうですね、氷がめちゃでかいっていうね。氷がでかい。だから器ちっちゃくて氷めちゃでかくて、これ何が一番僕すごいかっていうと、これね、なんとですよ、なんとストローついてないらしいんですよね。いや、タピオカってね、ちょっと僕もあんま飲んだことないかわかんないですけど、ね、このストロー、ちょっとぶっといストローがあって、チュッ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 ね、タピオカ吸ってグニグニその食感楽しむみたいなのがいいもん
んじゃないんだと思うんですけど、まさかのですね、あの器ちっちゃくて氷でかくて、ね、ストローすらついてないっていうね、だからこの直飲みスタイルっていうね、直飲みタピオカスタイル、タピオカミルクティースタイルっていうですね、新たな飲み方をですね、そこで まさかですね、やらせようとしてくるっていうね、全然飲みづらいって、氷のこの下の部分わかります？でっかい氷の下の部分にタピオカが入っちゃってるんで、それをこういう風に直で飲もうとすると全然ね入ってこないらしいんですね。うん、まあ、です だから言ってみたらですね、ここもいろいろね、なんていうのかな、お金をケチろうとした感じがしますよね。うん、まあね、そのね、ストローもね、たくさん量になるとバカにならないですからね、量とお金としたら。まあ、だからこそそういうところでですね、少しも節約したんじゃないかと思いますね。で、さらにですね、何がするかというとですね、タピオカ店、まあ当然ですけど、いろんなタピオカが味わえると思うじゃないですか。で、なんですけども、なんとですね、中に入ってるお店がたった4店舗しかないというね、少なっていうね、これも少ない。はい。たった4店舗かいみたいな、よくですね、皆さんラーメン万博みたいなやつやってるじゃない、たまにね、東京だったり大阪だったりとかで、ね、なんかいろんなね、ラーメンフェスみたいな、あーなんかラーメンの祭典みたいなやつってやってるじゃないですか。あれって本当に全国各地の本当に美味しいラーメン屋さんがブワーってきて、もうとてもじゃないけど1日で全部回りきれないくらいですね、いろんなラーメンがね、1日でね、全国のラーメンが味わえたりするみたいなやつあるじゃないですかね。あとはどうなんか B 級グルメフェスみたいなね、全国の B 級グルメがね、大集結して、もうお腹いっぱいになっちゃうから全部は食べきれないから、どれから食べたらいいか困っちゃうよみたいなね、やつあるじゃないですか。もうそんなレベルじゃなくて、まさかの4店舗っていうね、少なっていうね、ここも少ない。うん、いや、こここそ力入れないといけないんじゃないのと思ったんですけどね。なんかいろんな、ね、お店のタピオカがですね、いろいろ楽しめるっていうのがいいね、その売りになるんじゃないかなと思ったんですけど、まさかの4店舗っていうね。はい。でさらにですね、中のそのですね、ルールとしてすごいのが、あの飲み物メインじゃないですか、タピオカって。にもかかわらず、なんとトイレがないというですね、すごくないですか皆さん、トイレないんですよ。はい。トイレがないタピオカね、タピオカランドには、夢の国にはトイレがなかったというね。で、トイレ行きたい場合は、じゃあどうするのって言ったら、一回出るしかないじゃないですか。お店を、まあ、東京タピオカランド一回出て、まあちょっと ね、トイレ済まして帰ってくるしかないと思うんですけど、なんとですね、東京タピオカランド再入場できませんからね。わかりますかこれ。再入場できないんですよ。一回出てしまったら、また入るときにまた1200円払わないといけないんですよ。はい。まあ、だからですね、あんまりタピオカを飲みすぎちゃいけないんですよ。ね、タピオカを飲みすぎてしまって、もし店内でトイレに行きたくなってしまった、タピオカラウンドにトイレに行きたくなってしまったとすると、ね、一回外に出ないといけません。そしたらまた金かかっちゃうわけですからね。はい。そしてまた中に、ね、再入場して1200円払って入った時に、またですね、ウェルカムドリンクのですね、まさかの直飲みスタイルのタピオカミルクティーがまた飲めるというですね、はい。っていうスタイルになってるわけですね。はい。でですね、まあそんな感じのですね、まあとにかくしょぼいと。うん。だからまあ一言言うと何かというと、まあその大人たちがですよ、今女子中高生にはタピオカってものがめちゃくちゃ流行ってるから、とにかくタピオカをテーマにした、タピオカランドというものを作って、で、それにね、アンバサダーとして、まあ女子中高生たちが好きなネットの有名人たちを起用すりゃ、女子中高生なんてバカだからすげえ来んぞっていう感じがものすごい見えるんですよね。舐めきってんなーっていうね。とにかく。はい。で、実際問題、じゃあ客の入りはどうかというとですね、めちゃくちゃ入ってるわけでもないですけど、かといって全然入ってないわけでもないくらいらしいんですね。うん、やっぱりですね、女子中高生、まあ僕は全ての女子中高生に対して言ってるわけじゃないですけど、やっぱりですね、ただただタピオカランドってだけでね、食いついていっちゃう方っていうのはやっぱりいると思うんですよ。だってそれはそうですよ、世の中のほとんどのね、流行を作ってるのは女子中高生ですからね。世の中のね、いろんなねカルチャーありますけどもね、基本的にやっぱおじさんおばさんなんかね、ブームなんて作れませんから、基本的にやっぱり発信力もあって行動力もあるね、っていうのがやっぱ女子中高生の魅力なわけですから、ただやっぱりですね、それが彼女らのですね、まあ個性であり特徴ではあると思うんですけど、そういうのをですね、悪い風に利用しようとする大人もやっぱいるわけですよ。舐め腐ってね、女子中高生でバカだから、なんか流行ってたらすぐ乗っかってね、すぐそれを発信してくれるから、あいつら利用するのが一番物事を売りやすいし、物事を広げやすいわ、あいつらバカだわみたいなことを思ってる大人がやっぱりいるんですよね。で、そういう大人にうまいこと利用されてですね、うまいこと宣伝に使われちゃってるでパターンってやっぱあると思うんですよ。でですね、やっぱ僕はですね、ちょっとまとめに入ったんですけど、つまり僕はですね、この話から何を言いたいかというと、じゃあ、かといって、じゃあですよ、舐められることから避けれるかって言ったらそんなことないですよ。まあ僕もそうですけど、多分これ動画見てた人、皆さんもそうだと思うんですけど、絶対ですね、やっぱり自分より優秀な人だったりとか、自分より権力を持ってたりとか、自分より何か結果を残してる人なんていうのは、自分の周りに絶対いるはずなんですよ。ということは何かというと、そういう人たちからですね、やっぱり自分を舐められることってあると思うんですよね。あいつは大したことないなとか、あいつはあんなもんかとかね。つまり何が言いたいかというと、生きてる上でですね、舐められるってこと
ことからは避けれないんですよね。どうしても生きてる上で誰かしらが舐められるわけですよ。で、同時に自分自身も誰かのことを舐めてたりすることってあるわけじゃないですか。職場でさえであり、学校でありね、部活的なところであり、あいつダメだな、あいつは俺より下なんとかね、そういう感情になること人間あるわけじゃないですか。つまりですね、舐められるということからはですね、人間避けれないんですよ。ただですよ、ただただこれがすごい大事なんですけど、舐められることからは避けれないかもしれないけど、大事なことは何かというとね、舐められてることにすら気づけなくなったら人間おしまいだよってことなんですよ。ね、舐められることはもうしょうがない、しょうがない、自分より優秀な人いるから。ただ舐められてることにすら気づけなくなったらおしまいだってことなんですよ。だからそれをですね、僕この東京タピオカランドになんかね、あのキャッキャ言いながら言ってるね、こんなもう正直しょぼい、完全にバカにされてる、完全に舐め腐られてるにもかかわらずね、ような内容にもかかわらず、東京タピオカランドにねキャッキャ言ってる女子高中高生のね画像とかも僕も見たんですけど、見ると僕はそれを思ってしまいました。舐められるのはいい、しょうがない、これはもうしょうがない。ただ舐められてることにすら気づけなくなったら人間おしまいということですね。はい、まあそんなわけですね、この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。